はいどうもこんにちは、ヨリです。皆さん、あつ森楽しんでいますか？私は楽しいながらも少し不便を感じておりまして、それはなぜかというと、アイテムが多く持てずにすぐポケットがいっぱいになることと、スコップや釣り竿は持ち替えが面倒ですよね。そしてすぐ壊れますし、そこで今回はこういった不便さを改善してくれる、マイルで交換することができるおすすめのアイテムを3つ紹介したいと思います。それでは早速参りましょう。1つ目がポケット整頓テクニックです。5000マイルとかなり高額なんですけど、ポケット数が一気に広がるので最も優先して引き換えたいアイテムと言えます。ちなみに引き換え前と後の容量を比較するとこんな感じです。機材や鉄鉱石などの素材をポケットに入れたまま採取作業が快適にできるようになるので、最も優先したいアイテムと言えますね。ぜひ最優先で交換してみてください。2つ目が道具すっきりお気に入りリングです。アイテムの持ち替えはポケット内を整理しなければ使いたいものが出てくるまで少し時間がかかりますよね。しかしこのお気に入りリングというアイテムを引き換えれば持ち替えがストレスフリーになります。こんな感じ。引き換え料も800マイルとかなり安いので、これも優先して引き換えたいアイテムと言えますね。そして3つ目が普通に使える道具レシピです。しょぼい系の斧や釣り竿を普通のクオリティに強化するレシピが載っています。しょぼい系アイテムを2つポケットに入れなくてもかなり長持ちしますので、これらが使えるようになるとさらに採取作業が豊かになります。作成に必要なアイテムも比較的優しいので、こちらも優先してゲットしたいアイテムと言えますね。はい、今回紹介させてもらったアイテムは紹介した順番に獲得してもらうことがおすすめです。振り返りますと、ポケット、スッキリ、レシピですね。今回お話しした情報を皆さんのあつ森ライフに役立ててもらえれば光栄です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はゆりでした。またねー。